ジュジュしっとりと新曲初披露。ジュジュさんが毎年8月に行っているジャズライブが5日間にわたって行われ、昨日ファイナルを迎えました。今年はジャズの本場ニューヨークに在住するトランペッター黒田拓也さんを招いたスペシャルライブ。さらに来月17日に発売される新曲ラストシーンも初披露しました。しっとりと歌い上げ観客を魅了していました。ジュジュしっとりと新曲初披露。ジュジュさんが毎年8月に行っているジャズライブが5日間にわたって行われ、昨日ファイナルを迎えました。今年はジャズの本場ニューヨークに在住するトランペッター黒田拓也さんを招いたスペシャルライブ。さらに来月17日に発売される新曲ラストシーンも初披露しました。